このちっちゃいことを積み重ねることで、あなたの中に言霊を作る力が戻ってきます。ようこそ。久しぶりにみそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りの発芽玄米で、発酵酵素発芽玄米を作ろうと思っている予言天狗ミハルです。今回も神様からの予言をお伝えします。発酵酵素発芽玄米についてはエンディングでお話します。日月神事解説シリーズ、下妻記第5章、第6章についてお話します。あなたはこれからの時代に必要な予言というものをご存知でしょうか？予言というのは預ける言葉と書いて、神様から預けられ、託された助言、アドバイス、警告を言います。ですから多くの人が考えているあらかじめの言葉、未来を当てるための言葉ではありません。未来まで見通している神様からの予言であるからこそ、それは大事な助言であり、それって知らないとまずいと思いませんか？思いますよね。ですから、その大事な助言を知っていただくためにも、このチャンネルでは日月神事完全解説シリーズをやっています。あなたが初めてこのシリーズをご覧になるのであれば、このチャンネルで過去に第1巻である神妻記の第1章から順番に全ての章について徹底解説をしています。まさに大事な神様からの予言であり、助言、アドバイス、警告ですので、ゆっくり一つ一つでいいので見ていただけたらいいなと思います。日月神事という日本が誇る大予言書の中で、神妻記、そして下妻記を通して、これから来る大峠という大混乱、大波乱、大変な事態が起こることに向けて大事なことをいただいております。今回は下妻記の第5章第6章について詳しく読み解いていきたいと思います。この2つの章でおっしゃっている大事なことは、言葉というものには大きな力があり、それを正しく使うことで私たちの人生や運命は大きくプラスに向かわしめることができます。でもその反面、その言葉の力を理解せず、いい加減に言葉を使ってしまうと、自分の未来や周囲の人々の人生を壊してしまったり、悪い方向に向かわせてしまったりしてしまうんです。そんなことになったら嫌じゃないですか。だからこそ、あなたは日常生活の中で無意識に使っている言葉が自分や他人にどのような影響を与えるものなのか知らなければいけません。でも残念なことに、多くの人がそんなことも考えずに、思いつきで言葉を使い、自分が言った言葉を大事にせずに、言ってもやらない、そのようなことを繰り返しています。それが神様からきつく戒められていることでもあるんです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは言葉が持つ力、それを本当に理解し、神様からのお言葉のその力を正しく使うためにはどうすればいいかを知ります。そして日々の暮らしの中で言葉に対する意識を高めることで、あなたの言葉には言霊が宿り、言葉に力が宿っていきます。あなたのこれからの人生をより豊かに、より調和の取れたものにする大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。日月神事とは、あなたが日月神事という予言書をご存知ないかもしれないので簡単にお話しします。日月神事というのは、1944年第二次世界大戦中に、国の常たちの神という高格な神様が神道家岡本天明氏の体におり、岡本天明氏の意思に関係なく自動書記という形で書き綴られた膨大な予言書、17年間にわたって書かれた神様からのお言葉です。その日月神事の中では、数々のあらかじめの言葉としての予言が入っており、そのことで多くの歴史的事実を当てまくっています。その最も大事な予言、それは大峠が来る、この何もかも3分の1にしてしまう大峠が来るという有名な予言があり、これは実は初めの大峠という第二次世界大戦、大東亜戦争中の混乱と終戦の各地の空襲や原爆投下、そして敗戦後の GHQ による日本の支配、この時代が初めの大峠としてぴったりと予言されています。ただ重要なのは、過去にその予言が当たったということではなく、初めの大峠が失敗しているので、次の大峠という本格的な大峠がこの後来るという予言がされているんです。つまり次の大峠が根の年を挟んで、前50年が正念場と書かれていますので、根の年2020年、コロナパンデミックが起こった年、その年を挟んで前の5年、後の5年、今後の5年の2021
年から2025年の間にあります。そして秋からが気をつけなさいと書かれていますので、まさに2024年秋から2025年は本当に大変な大峠が来ると覚悟しなければなりません。そのためにも木月神事完全解説シリーズということで第1巻から順番に読み解いています。では今日は第2巻である始末巻の第5章第6章について詳しく読み解いていきましょう。まずは始末巻第5章を原文で読み上げ、細切れにしながら現代語訳意味をお伝えしていきます。では始めていきましょう。始末巻第5章、江戸に神と人との集まる宮建てよと書かれています。この意味を直訳しますと、都会に神と人間が集まり交流できる場所を作りなさいということです。この江戸というのは都会を意味します。東京だけではありません。江戸というのは江戸時代の日本の中心の地であり、その時の江戸というのは世界最大の都市でした。そして世界最大の人口を持つ都市でありながら、自然と共存しながら完全なリサイクル社会を作っていました。江戸時代、用水路も完備され、どこの用水路でもそのままその水を飲むこともできる、そんな時代でした。そんな完全な社会を作っていたのが江戸時代。これは他の国では考えられません。同じ時期に世界第2位の人口を持つのがロンドン。このロンドンでは上下水が完備されておらず、汚水が溢れたり、そこからペストやチフスが大流行したり、糞尿の処理なども完全にできていないので、窓から糞尿を捨てる、そんな社会でした。ですから、唾の広い大きな帽子というのは、上から降ってくる糞尿やゴミなどを避けるために唾が広くなったと言われています。その時代に比べて、江戸時代はとんでもない今のエコを先取りした完全社会。そのような江戸であったからこそ、ここで言う江戸というのは世界で類を見ない完璧な都市を表しています。この時の江戸は治安も良くて、今の警察と言われるような仕事に携わるのが100万人以上の人口を有する都市で、たったの30人程度だったという驚くべき町、その町が江戸です。そのように江戸というのは今で言うところのエコを追求し、人民が心豊かに暮らす楽園の意味を持っています。このような都会で神と人が交わることができ、木月神事を伝えるような場所を作りなさいというのがこの文章です。では続いていきましょう。建てると申しても、家は型で良いぞ、仮のものだから人の住んでいる家で良いぞと書かれています。これは分かりやすいんじゃないかなと思います。宮を建てろと言っても、未来永劫続くものではなくて、この大峠の間のことだから、わざわざお宮を作る必要などない。そんな時間と労力とお金を使う必要はない。普通に人が住んでいる家にそういう場を作りなさいとおっしゃってるんです。では続きます。神の石祭りて、神人祭りてくれよと書かれています。この神の石というのは神の御意志のことを表していて、神の御意志のことを神の愛と言います。あというのは神の一人称、神様が自分とおっしゃるときにあと言います。そしてあの意志、希望、思い、それが愛です。その愛に触れてまつわりついてくれ、そして神と人の間、間を釣り上げて人間が神に近づく、その意識を持つことを祭りと言いますが、そのような意識をその場で持ちなさいとおっしゃっています。では続けましょう。それができたらそこでお告げ書かすぞと書かれています。神と人との間を間を釣り上げて、少しでも神の次元、神の愛に触れて神の考えを受け入れられる状態ができたら、次の筆、神事を岡本天明に書かすぞとおっしゃっています。筆というのは、神事というのを筆と神様は読まれていて、神様が筆と言われるのは木月神事の文章のことを言います。では続きます。寂しくなった人は集まってその筆見てよ、筆見れば誰でも蘇るぞとおっしゃっています。寂しくなった人たちは集まってその木月神事の文章を見なさい、木月神事の文章を見れば誰でも蘇るぞということなんですけれども、まず寂しくなった人というのはどういう人のことなのか。それは大峠で3分の1しか残らない、3分の2は消えてなくなる、つまりなくなる、そういう状態が起こるのが大峠ですので、周りの人が消えていった、そういう状態が寂しくなった人という言葉で表現されています。
されています。ですから周りが次々に消えていき、心細くなったら新たな火付き神事を読んでみなさい。火付き神事を見れば誰でも元気が出て生き返ったようになるぞ、ということをおっしゃってるんです。では続きましょう。この筆写す役いるぞ、この筆印刷してはならんぞ、とおっしゃっています。これは言葉としては簡単なんですけれども、あちこちで多くの人が火付き神事に触れて読むためには火付き神事を書き写すお役目の人が必要になるぞ、だから準備しなさい、ただし火付き神事は印刷してはならない、とおっしゃっています。この印刷してはならないというのは本文をそのままコピーしてはいけないという意味ですので、意味をわかるように書き直したものは印刷してもいいんです。では続いていきます。神の民の言葉は神讃えるものと思え、天使様讃えるものと思え、人褒めるものと思え、とおっしゃっています。神の民の言葉というのは神を祀らい、神とつながり、神と共にありながらこの大峠を越えて弥勒の世を作っていく民、それが神の民であり、その言葉というのは神を称賛する言葉だと思いなさい、天皇陛下を称賛する言葉だと思いなさい、そして人を褒める言葉だと思いなさい、とおっしゃってるんです。火付き神事という筆は神の民の言葉に書き直してそれを伝え、そして神を讃える、天皇陛下を讃える、人を讃える意識で読みなさい、ということをおっしゃってるんです。どういう意識で読むのかが大事だということなんですね。では下巻第5章の最後です。それで言霊叫ばうぞ、それが臣民の言葉ぞ、悪き言葉は言ってはならんぞ、言葉は良きことのために神が与えているのだから忘れんようにな、とおっしゃってます。つまり神の民の言葉として直してそれを伝え、神、天皇陛下、人を讃える意識で読めば、その言葉には言霊が宿り、その言霊は生き幸せを運んでくるのだ、そのような力がある言葉が臣民の言葉だ、だから悪い言葉、汚れた言葉は使ってはならない、言葉というものは良いことを伝えたり実現させたりするために神が人間に与えたものだ、そのことを忘れるな、ということをおっしゃってるんです。では続いて下巻第6章、これをまた細切れにして読み解いていきましょう。下巻第6章、今までの筆縁ある臣民に早を示してくれよ、とおっしゃってます。これは分かりやすいかと思いますが、今まで伝えてきた火付き神事の言葉は神とつながる、これからの未来を作る大事な御霊を持つ臣民に早く伝えてくれ、ということをおっしゃってるんです。縁ある臣民のことを因縁の御霊といい、因縁の御霊は神様とつながり、神様の意に沿いながら神様からご期待されたお役をこの世の中で全うし弥勒の世を作る、そんなこの時代の功労者、それが因縁の御霊です。この因縁の御霊は苦労はするけれども、そのことはちゃんと神が見ているので、先々その御霊は報われるのだ、とおっしゃっています。では続いていきます。神々様、臣民祭ろいて岩戸を開く元できるから早う知らせてくれよ、と書かれています。ここはちょっと難しいですね。まず神々様、臣民祭るいてというのはどういうことかというと、神々様と臣民である人間が祭ろうというのは、人が神様にまつわりついてつながりを持とうとすること、そして神様との間を間を釣り上げて人が神に近づこうとすること、それを言います。ですから神々様は人民とまとわりついて言葉のやり取りで岩戸開きの準備をするから、早く岩戸を開くためにも言葉と言葉とのやり取りを多くの人に聞かせてやってくれ、ということを言っています。つまり神様は人民とまつわり、その人民に言葉をかけることによってで大事な岩戸開きにつながっていくんだ、だから神と人との交流が大事なんだ、言葉のやり取りが重要だということをお伝えになられています。では続いていきましょう。誰でも見て読めるように写して神前に置いて、誰でも読めるようにしておいてくれよ、と書かれています。誰であっても火付き神事の原文を写してご神前に置き、誰でも読みたい人は読めるようにしておきなさい、ということをおっしゃっています。目に触れることが大事だ、
それが神々様と人民との触れ合いであり、言霊のやり取りだということなんですね。では最後になります。役員よく考えて見せる時間たがえぬようにしてくれよと書かれています。まずここで言われている役員、これは火付神事の中で火付神事を伝えるお役目を持つ人を役員とおっしゃっています。ですから火付神事を伝えようとする側、そのお役目を実行する際には見せる時間を間違えるなよということをおっしゃってるんです。この時間というのは一日の時間というよりも、いつ因縁の御霊を持つ神民がその筆を読むべきなのか、よく考えてそのタイミングを誤らないようにして見せなさいということをおっしゃってるんです。タイミングというものもすごく大事で、タイミングを間違えればその大事なメッセージを読んだとしても気づかないし理解できないしスルーしてしまいます。ですが必要なタイミングで必要な情報に出会った時に人はそれを活かすことができます。ですからこの火付神事を伝える側になる人は、ちゃんと因縁の御霊がそのことに気づけるタイミングを推し量らって見せるようにしなさいという、ちょっとハードルの高いことをおっしゃってるんですね。以上が下妻記の第5章第6章ですが、総じて火付神事のこの大事な神様からのお言葉、それをどのような場でどのように伝えるのか、そのご注意をお話しされていました。いつどこで誰がどのように伝えるのかということによって、その言霊を生かす殺すが変わってしまうということでもあります。それは私たちの生活の中でもそうだと思うんですが、聞く側が問題意識を持っていることに対して、それを解決するような言葉をその道の専門家が言ってくれたらすんなりと受け入れられたりしますが、どこの誰かわからない人が自分に問題意識がない時に何か偉そうなことを言われても全く受け入れることができなかったり、それはあなたにも経験があるんじゃないでしょうか。だからこそこの神様からのお言葉としての火付神事は、最大限人の心を動かし行動に変えるものとして使わなければならないということを総じておっしゃっていました。そしてこの言葉というものはものすごく大事なものである。それは神様から良きことを伝えるための大事な手段として人々に降ろされているものであり、それを発するにあたってはその発する側の意識が大事である。神様とつながり讃える意識で言葉を発する。天皇陛下スメラ御事というこの日本をお祭りいただいている私たちの代表、それを称賛する讃える意識、そして人、日本人だけでなく地球人すべてのその命を称える意識で言葉を発すること、それがこれから大峠という大混乱大波乱がやってくるにあたって一人一人が気をつけなければいけないことだということだと理解してもらえたらと思います。ではそれを踏まえて視聴者であるあなたにやってほしいこと、それをお伝えしたいと思います。あなたにやってほしいのは、言霊を意識し、言霊を大事にする。これをやってほしいんです。ちょっと抽象的なすべきことなので、補足したいと思います。まず、言霊とは何か。それは、言葉に宿る魂であり、言葉には、もともと言霊という力が宿っていました。それは、生きるために必要としてできた言葉には、その言葉を発すると、必ず行動するということがセットになっていて、言葉を発生すると、必ず事態が変わる、現実が変わるということで、言葉を発する時点でもうその力を宿していた。それが元々の言霊です。ところが今の現代社会においては、言霊を大事にしない、言葉を尊ばない、言ってもやらない、約束を守らない、自分が言ったことを忘れる。そのようなことが横行しています。そうすると、その言葉と行動は一致しないので、言霊は宿らない。それが今の時代です。ですが、言葉がこの世界を作っているとも言えるんです。例えば僕がよくお伝えしている発芽玄米というこの言葉、この言葉は知ってる人が聞いたら発芽玄米というものをイメージできるし、目の前に発芽玄米があったら、あ、発芽玄米があるとわかるんです。ですが発芽玄米という言葉自体を全く聞いたこともない、見たこともない、例えば日本語を知らないアフリカ人が発芽玄米と聞いても何のことかわからない。発芽玄米が目の前にあっても
それは発芽玄米だと思えないんです。その存在に気づけないということは、つまり言葉があるからそのもの、その存在を認識できるということでもあるんです。これはつまり言葉が世界を作っているとも言うことができます。だからこそ自分が出す言葉は大事にしなければいけないんです。嘘をついたり、言ったのにやらないとか、そのようなことではどんどんあなたは言葉を大事にしないという世界に進んでしまい、そのことはつまり大峠で消えていく側にどんどん転げ落ちているということになってしまうんです。だからやってほしいのは、言霊を意識し言葉を大事にする、つまり言霊という力があるという意識で言葉を発し、その言葉に行動を合わせてほしい。それがやるべきことなんです。具体的に簡単に言えば、〇〇をしますと言って〇〇をするんです。ちゃんと〇〇をしてください。〇〇をすると言ったらちゃんとする、それだけでいいです。一日一回でもいいので意識してこれを言ってください。例えば、今からお風呂に入りますと言ってちゃんと入ってください。今から玄米を感謝していただきますと言ってから玄米を感謝してちゃんといただいてください。これを続ける、このちっちゃいことを積み重ねることで、あなたの中に言霊を作る力が戻ってきます。それが神様がおっしゃっている大事なことでもあるんです。では今日の話をまとめましょう。このチャンネルでは、しつき神事完全解説シリーズということで、第1巻の第1章から順番にお伝えしていて、今日は第2巻である始末巻の第5章第6章をお伝えしました。第5章第6章で、しつき神事の神様がおっしゃっていることは、しつき神事は神の言葉であり、その神の言葉は多くの人に知らせ、読ませなければならない。これから大峠で人がどんどん消えていく、なくなっていくというようなことがあると考えられるが、そのことに寂しくなったり、恐怖を覚えたり、恐れを抱いたりする人は、この筆を読むことで心が救われ、生きることを目指すことができる。それがしつき神事なのだ。だから多くの人に伝えなさい、ということをおっしゃってるんです。しつき神事の書かれた神の言葉を人間の言葉に直し、それを神の民の言葉として人に伝えるときに、その言葉は神を称えている。スメラミコトという人間の先頭に立って神との祭りをする、そのような存在に対する称賛、そして人を褒めるもの、それが神の民の言葉だ。そのような言葉が幸せを生むぞ、言霊を作るぞ。そのようないい言葉ではない、悪い言葉は使ってはならない。言葉は良きことのために神が与え、そこに言霊が宿るのだ。だからそのしつき神事を神の民の言葉に直し、多くの人に早く伝えてくれ、誰でも読めるようにしてくれ。ただその筆を読むタイミングというのは、大事な最も効果的なタイミングがあるから、それを見せるお役目に立つ人はいつがタイミングなのか、しっかりと考えてから見せるようにしなさい、ということをおっしゃっていました。そのことを踏まえて、視聴者であるあなたにやってほしいこと、それは言霊を意識し言葉を大事にすること、これをやってほしいとお伝えしました。言葉がこの世界を作っていて、この言葉を尊ぶこと、大事にすること、それが未来を作ることです。ですから、言葉には言霊が宿るということを信じて、自分の発する言葉に行動を合わせてください、とお伝えしました。例えば、お風呂に入りますと言って、ちゃんとお風呂に入る。そのように、〇〇をすると言ったら、ちゃんと〇〇をする。これを一日1回でいいので、意識してする習慣をつけてください。それをすることで、あなたの中に言葉に言霊を宿す、そんな力が蘇ってきます。ということで、このチャンネルでは、予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つをお渡ししていますし、また、LINE での配信で、天命、地名、画名という、あなたが絶対に見つけなければいけない使命の見つけ方の情報や、丹田活瞑想という最強の瞑想法、自分の中で悟りを開くための奥義、その丹田活瞑想についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。
今日冒頭で発酵酵素発芽玄米を作ろうと思っているとお話ししましたが、あなたは発酵酵素発芽玄米ってご存知でしょうか？この作り方は、まず発芽玄米を作り、それに塩と小豆を加えて炊いて、その炊いたものを3日から4日低温保存することで発酵酵素発芽玄米になります。この発酵酵素発芽玄米になると、もともと白米よりもはるかに玄米の方がギャバという成分が多いんですけれども、それが発芽玄米になるとまたさらに増え、そしてまた発酵酵素発芽玄米になるとさらに増えるんです。すごくないですか？最強の健康食になります。そしてまたもちもちで美味しいんです。これはびっくりするぐらい、デザートになるぐらいの美味しさになります。保温機能のある電子ジャーで炊き上げたら、1日に 1、2 回は混ぜながらそのまま保温しておくと、3日ぐらいで発酵酵素発芽玄米になります。冬場であればそのまま10日ぐらいは持っちゃうんですけれども、夏場は開けるたんびに菌が入って繁殖する可能性があるので、3日から4日ぐらいで出来上がったらすぐに熱いままラップして冷凍保存しておけば、いつでも美味しい甘い発酵酵素発芽玄米が食べれます。ぜひやってみてください。ということで、ではまた。